ナルトは株式会社ナルトが北海道で展開する唐揚げ揚げが名物の飲食店。ナルトグループとして運営している店舗は若鳥時代ナルト、小樽ナルトや回転寿司渦潮である。また株式会社ナルト商事が運営していたニューナルトについては2018年4月に倒産している。2021年現在において半身揚げ及び唐揚げの味付け。 仕入れ先が同じ、ナルトグループは、北海道内にある、若鳥時代ナルト、小樽ナルト屋のみしか存在しない。ナルトは他店舗あり、小樽市に構える1959年創業の、有限会社赤鳥時代ナルトが元祖である。創業者は、栗島虎を現在は創業者の実孫安倍誠が運営する。株式会社ナルト商事が展開する、ニューナルトは、 創業者の長女の夫である佐藤和馬が運営していた。株式会社フードコレクトが展開する小樽ナルト屋も創業者の実孫安倍誠が運営している。その他、オホーツク館内で展開している若鳥のナルトは、血縁関係はないが、のれんわけして運営している。若鳥時代ナルト本店若鳥時代ナルト本店1956年、栗島虎を、タミコ夫妻は、 淡路東福良より、小樽市へ移住。当初はお好み焼き屋として創業。その後、半身揚げが誕生し、業態を変え若鳥時代なると海店。その後、寿司も展開した。北海道における若鳥半身揚げの元祖店であり、寿司、若鳥半身揚げがメインの飲食店であるが、カレー天ぷら丼物ラーメン焼き鳥なども扱っており、いわば居酒屋、食堂とも言える。 北海道、東北の鳥を使用。料金は、前払い制であり、追加注文をする場合、その都度会計をしなければならない。また、テイクアウトのみの場合、会計後店外で待つ。1978年創業。寿司、若鳥半身揚げがメインの寿司店。長女の夫、佐藤和馬が経営。寿司職人として修行後、若鳥時代なるとで修行。 1978年花園支店を譲り受け、独立。小樽流なるととして、デパートにも展開し、半身揚げや残り、手羽先など揚げ物のみでテイクアウトのみとなっていた。北海道伊達市産の伊達地鶏の生肉を使用していた。2005年4月26日、2号店である、出抜け工事店を開店していたが閉店後は、小樽なるとやが出抜け工事店のみ引き継ぐ。 2015年1月20日をもって、閉店との告知が HP と店頭でなされた後、2018年4月に倒産。若鳥時代ナルトで修行した店主が、のれん分けして独立。若鳥のナルトを開店。北海道産の生肉を使用。若鳥の唐揚げばしりなると、北見店は、ここの流れを組む。 小樽ナルト屋さ、里本店2007年、若鳥半身揚げをメインとした飲食店、小樽ナルト屋を個人創業し、2008年11月株式会社、ナルトやコムを設立。2011年正午を株式会社フードコレクトに変更。小樽市、札幌市、帯広市、函館市、苫小牧市など、北海道をうちに展開するチェーン店であったが、 現在は肉加工製造に特化したことで当社が運営していた飲食店舗を株式会社ナルトが承継。国産の鶏を使用し味、製法などをそのまま受け継いでいる。北海道産の鶏肉の生肉を使用。小樽ナルトや隅川店の残儀、小樽ナルトや隅川店の若鶏ネック明け。ありがとうございます。